遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。桐生さん、翔太が言ったの。町金から借りた店の付けすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを？本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのが。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがね。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな。お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。そのマシキンの場所わかるか？ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。雄三さえお前も一緒に来るんだ。